電力大手各社は5月の電気料金について、平均的な家庭で前の月より500円前後値下がりすると発表しました。大手電力10社が発表した5月の電気料金は、電気代に含まれる再エネ付加金が減額されるため、各社で前の月に比べて500円前後値下がりします。 使用量が平均的な家庭で政府の補助金込みで計算すると東京電力では533円下がり6809円関西電力でも533円下がり5236円九州電力では517円下がり5254円となりますただ東京電力では6月から17%の値上げを政府に申請していて これが認められれば6月以降、月額およそ8500円と1500円程度値上がりする見通しです。